エルイエロ・ジョージ・リナルド・エリアは、オランダ、南ホラント州、ホールブルフ出身のサッカー選手。FC ユートレヒト所属。ポジションはフォワード。アド・デンハーグ1996年からアド・デンハーグの下部組織に在籍し、2000年から2002年までの期間は、アヤックス・アムステルダムの下部組織に所属していた。2004年、17歳で、アド・デンハーグのトップチームデビューし、 そのシーズンは4試合に出場して1得点した。2005年には、オランダ U-19 代表に招集されたが、急速に成長したことから2006年初頭には、オランダ U-21 代表に選出された。しかしアドデンハーグの新監督に、レックス・スフーンマカーが就任し、エリアは、クラブとの関係が悪化していった。FC トゥエンテトゥエンテ時代のエリア2007年、FC トゥーエンテに移籍した。2008から09シーズンは、開幕から3戦連続で得点し、その後もコンスタントに得点した。チーム最多の先発回数を記録し、チーム3位の9得点の活躍で、リーグ戦2位に貢献した。ブレイズヌクホ、マルコ・アルナウトビッチとの3トップで、チーム総得点の6割弱の37点を稼いだ。 アーセナル FC との UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦に敗れて回った UEFA カップでは2008年11月6日のグループリーグマンチェスターシティ FC 戦で同点ゴールを決めた12月3日のシャルケレイオン戦ではグループリーグ突破を決める2008から09シーズンのオランダ年間若手最優秀選手としてヨハンクライフ賞を受賞 ハンブルガー SV2009 年7月4日、移籍金900万ユーロの5年契約で、ハンブルガー SV に移籍した。かつて在籍したアヤックスアムステルダムもエリア獲得を狙っていたが、FC2 エンテのヨープムンスターマン会長は、リーグ内の競合に選手を譲渡することに難色を示し、アヤックスからのオファーを拒んだ。ハンブルガー SV に所属しているヨリスマ大戦にやろめを、 カステレン、ハンブルガー SV に所属した経験のあるラファエル・ファンデル・ファールトやハリド・ブラルーズに相談してハンブルガー SV 移籍を決意したという移籍金の5%をフルスノード・デンハーグが受け取る右膝と室外圏の負傷によりプレシーズンをほぼ棒に振ったが8月9日リーグ開幕戦の SC フライブルク戦で69分に ピオトルト・ロホースキと変わって途中出場しデビューを飾った。8月15日のボルシアドルト・ウント戦では初めて先発出場した。8月23日の VFL ボルフスブルク戦で7分にリーグ戦初得点を決め、9月12日の VFB シュトゥットガルト戦でも得点した。11月8日、ロベルト・エンケの最後の試合となったハノーファー96戦では、 チームの2点目を決めた。開幕から14試合すべてに連続出場中だったが、11月28日の1、FSV マインツレー5戦で前半早々にタックルを受けて負傷交代した。ユベントス FC2011 年8月に、ユベントス FC に4年契約で移籍。移籍金は900万ユーロで契約内の達成内容によって100万ユーロのボーナスが追加される。 ユベントスでは、アントニオ・コンテ監督の信頼を得るに至れず、カップ戦を含め公式戦5試合の出場に終わった。ベルダーブレーメン2012年7月に、ベルダーブレーメンに移籍。移籍金は550万ユーロで契約内の達成内容によって200万ユーロのボーナスが追加される。サウサンプトン FC2014 年12月23日、出場機会を求めて、 サウサンプトン FC へ2015年1月からシーズン終了までの半年間のレンタル移籍が決定した。フェーノールト2015年8月6日、フェーノールトに2017年6月までの2年契約で移籍した。加入当初からたびたび決定的活躍をするも次第にフォームを書いて厳しい批判を受けることも多かった。しかし、シーズン終盤に再び存在感を高め、 FC ユトレヒトとの KNVB カップ決勝では決勝ゴールを決めてフェーノールトの優勝に貢献した。2016年6月30日、2018年まで契約を延長した。2016から17シーズンもフェーノールトで不動のスタメンであり、8月7日の L、ディビジ第1節の FC フロー人間戦でキャリア初のハットトリックを記録した。 さらに左手の指が外れながらも肩コンベで治療後にすぐピッチに駆け戻る投手を見せた。この試合でフットボールインターナショナルアルヘメーンダ・フハブラッドの週間最優秀選手に選ばれている。オランダ代表としては前日の年代別代表に選出された後、2009年8月12日の親善試合、イングランド戦で初めて A 代表に招集される。 この試合では出場しなかったものの、9月5日の親善試合、日本戦で、後半開始からアリエンロッペンに代わって、途中出場し初出場を記録し、2アシストで3から0の勝利に貢献した。テレビの解説者をしていたヤープスタムは、エリアの動きのすべてが相手の脅威となっていたと称えた。その4日後のワールドカップ予選、スコットランド戦では、 決勝点となる代表初ゴールを記録した。2010年5月、2010FIFA ワールドカップに出場するオランダ代表メンバー23人に選出された。エールディビジ、2016から17、ありがとうございます。